狭くても使いやすい、可愛らしいキッチンを一緒に作っていきましょう。皆さんこんばんは、ゆみです。私は築30年の6畳のワンルームに住んでいます。窓がないキッチンでとにかく狭いんです。 IH コンロとシンクの間に調理スペースが全くありません。収納もほとんどありません。私と同じようにキッチンのスペースがすっごく狭い方たくさんいらっしゃると思います。今日はセリアのものをたくさん使って収納しています。今日はビフォーの状態に戻し、一旦物を全部出してそこから入れていきます。キッチンに入っていた中身は一旦出しました。突っ張り棒と網はそのままつけていますね。本当に古くて狭いでしょ。セリアの突っ張り棒と網で棚を作りました。落ちないように耐震粘着シートを使っています。クッキングヒーターの注意書きが目障りだったので、カフェ風な絵柄の吸水マットで目隠しをしました。両面テープで貼っちゃいました。やかんと鍋を戻していきます。収納を増やすためにこれをつけていきます。またまたセリアの小さな棚を左の上に入れていきます。後ほどこのガラスたちを棚に入れていきます。よく使う調味料だけセリアの容器に入れ替えました。洗濯機の上に突っ張り棚をつけて棚を作りました。キッチンクロスと布巾代わりにセリアのバンダナとハンカチを買いました。こんなカフェ風な柄があるんです。それをディッシュスタンドに立てました。取り出しやすく立てて収納です。ブレッドケースですが、エプロンを入れちゃいました。セリアの蓋が閉まる仕切りケースに S 字フックとピンチを入れました。シンクの下こんなに汚かったんです。うちにあった残りのリメイクシートを下に敷いていきました。シンクの下の左の扉にラックと食器を入れていきます。この食器を入れていきます。セリアのこのボックスを入れて仕切って収納していきます。立てて収納すると何が入っているのか一目で分かって、とっても取り出しやすいです。こちらはタッパーとボトルたちです。
スリーコインズのザルです。見てください、ほら、無印のフックにザルをかけます。貼って剥がせる粘着シート、蓋を吊るします。セリアのキッチンペーパーホルダーを扉に引っ掛けてキッチンペーパーを吊るします。マーチソンヒュームの洗剤とハンドウォッシュですが、中身はもう100均です。輪ゴムは白と黒だけを使っています。冷蔵庫の隙間にかけています。こちらは何回もリピートしているセリアの水切れの良いキッチンスポンジ、これを今回利用してみようと思ったんですよ。浮かせるスポンジホルダーです。開けてみるとこんな感じです。これだけで本当に刺さるんでしょうか。これは去年 DIY して作りました。持ち手もつけてキャニスターもつけてます。ケユカのビニールのクロスをここに敷いています。お料理を作ったものはここに乗せたり、洗い物をしたものもここに乗せたりしてます。このワゴン作ってる様子が見られる動画があります。下のリンクからどうぞご覧ください。100均の菜箸に麻紐で吊る下げられるようにつけました。これは食器を乾かす吸水マットなんです。でもこれをキッチンマット代わりに使っていこうと思います。こちらはキッチンの背中側です。こっち側、雑貨をたくさん飾ってます。
狭くても使いやすい、可愛らしいキッチンを一緒に作っていきましょう。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではお片付けの様子、お掃除の様子などを中心にご紹介していきたいと思ってます。アラフィフの私がフリーランスで働く雑貨屋さん、フラワーアレンジの様子もご紹介します。ダイエットもご紹介しちゃいます。よろしければチャンネル登録お願いします。コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。マイスタイルユミでした。ありがとうございました。この動画サムネ用に回してたんでした。